たぬきちチャンネルです。こんにちはでございます。今日もライブ配信頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、早速メンバーシップのご紹介させていただきたいと思います。と、応援団長にせいさん、大森さん、ケレンさん、やさろさん、 DJ コテさん、 ACR さん、新一ゼロツーさん、いつもありがとうございます。そして特別顧問に今井さろさん、そしてさやえんどうさん、本当にありがとうございます。さらには副団長にノアさん、プーさん、イーフクチャンネルさん、そして団員の方々でございます。本当にね、皆さんありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日も始まりましたたぬきチャンネルなんですけれども、すいません、スタートがもうね25分押しになってしまって本当に申し訳ございませんでしたね。これからやっていきたいと思うんですけど、今日もね、ちょっと明日また朝が早くはないんですけど、明日ちょっと仕事があるので11時ぐらいまでとさせていただければなと思います。すいませんが、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ツイッタータイムにさせていただきたいと思います。共有ツイート、ね、いつもちょっとね遅く始まって早く終われてどういうことだと思われるかもしれないですけどね、すいません。なるべくね、ちょっと時間通りに始められたらいいんですけれどもね、すいませんでした。よし、ツイートをさせていただいて、これで OK ですかね。ではコメントの方を読んでいきたいと思います。フリボ弁慶さん、こんばんは。ということで、こんばんは、よろしくお願いいたします。フリボ弁慶です。ということで、よろしくお願いいたします。今宵もどうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、たぬきちさん。ということで、大森さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨日のケイネさんとのコラボ楽しかったです。 ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。弁慶さん、こんばんは。ということでね、せいさん、バニアーという、こんばんは、よろしくお願いいたします。はずきさんも、こんばんは、よろしくお願いいたします。おもいさん、こんばんは。たぬきさんになってしまった、すみません。たぬきさん、たぬきちになってしまった、いい、いえ、どういうこと、いい、大丈夫です。せいさん、どういうことだということで、どういうこと、すみません、遅く始まって早く終わるって、本当どういうことだってことだと思うんですけど、すみません、許していただければなと思います。パドルさん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。たぬきちんって、たぬきちんなんかヒカキンさんみたいな感じでさ、タヌキンでも最初良かったんですよね。タヌキンなんか面白いなと思ってね、タヌキのニャニャみたいな感じでタヌキンのもいいんじゃないかなと思ったんですけど、ね、今からでもタヌチンじゃなくてタヌキチンじゃなくてね、タヌキンにしようかタヌキンチャンネルですね。せいさん、こんばんは。おもさん、バニアです。ということで、ね、皆さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと画角をね、まあ横にしてるんですけれども、どうでしょう。まあ皆さんのお好きな方でさせていただければなと思うんですけど、まあ広いとね、あまり落ち着かないですよね。ね、ここら辺も全部映ってるから、そう。ね、前だったらさ、ここら辺は映らないから楽だったんですけども、まあ、広いと広いで全部映っちゃうからね、あれかなとは思うんですが、まあまあいいでしょう。ね、昔はこういうスタイルでやってて、でそれこそそうですよ、なんかコロナになってから、そう、 AI が判断するようになってきて、なんかふんどし一丁でやってたらバンされるようになって、でやめたんですよね。で服着るようになって、でなんか最近またなんか大丈夫そうに、ね、なってきたので、ふんどしでやってるんですけれどもね。たぬきちんげふんげふん、どういうこと、どういうこと、検証柴田さん、検証柴田さんということでね、こんばんは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうたぬきちさん、たぬきちさん、僕ふんどし履きたいけど家族の前だと恥ずかしいということ。ああ、そうですよね。まあそういう気持ちはすごくわかります。でもまあ勇気を持ってね、ふんどし締めレバー、別になんかだんだん恥ずかしさっていうのはね消えてくると思います。まあ別になんかね、そう、いや、そうなんですよね。別にふんどしが恥ずかしいものではないんですよ。でもやっぱり人と違うことをするってことがやっぱりちょっと恥ずかしいというかね、になると思うんですけれども、難しいですよね。そう、ふんどし姿を恥ずかしい、ふんどし姿はかっこいいと思うけれども、やっぱりなんかちょっと人と違うことをするのが恥ずかしいっていうことだと思うんですよね。ねえ。まあ、もう慣れですね。慣れでしかないと思う。
まあ、大きな一歩、まあ、最初の一歩難しいかもしれないんですけれども、まあ、その一歩を踏み出していただければもうふんどし筋はかっこいいもんだと思ってね、締めて堂々と締めていただければね、別にいいんじゃないかなと思っております。まあ、タヌキチもねこうやって YouTube でねふんどし一丁で人前に立たせていただいて、まあまあまあね、こんな醜い体をよく晒してると思いますけれどね、まあ別に何だろう、恥ずかしい格好ではないと思ってやってるので、ね、日本の文化じゃん、いや日本の文化って言ったらこの失礼なことになると思うんですけど、別にふんどしはね、別にふんどし一丁でも別に公然わいせつ罪ではないよみたいな感じでね、まあ、かっこいい姿だよっていうのを発信したくてやってるんですけれども、ね、なんかこう自分の中のね、なんかこうポリシーみたいなのを持てばいいんじゃないかな。たぬきちさん、皆さんこんばんは。いくよさんこんばんは。よろしくお願いいたします。宣言してみるとか、今日ふんどしにしますと。ははいいね。今日ふんどしを締めますみたいなのね、いいと思います。もう逃げられないみたいな。今日も遅いから帰る。ごめんなさい、すいません。遅くなってしまって申し訳ございませんでした。それはね、僕が時間にルーズからなんです。申し訳ございません。今日は祝日ですから、私は赤の6色を締めてますということで。あね、今日祝日なんですよね。まああんまり僕関係ないんですけど、まあでも今日はおめでたい日ということでね。はい。今日は肉球ふんどしに包まれております。ありがとうございます。せいさん嬉しい。肉球ふんどしね。まあ一時期結構人気が出てて、今はちょっとまあたまにって感じなんですけども、すごい可愛いふんどしがありますので、ああいうねなんかデザインももうちょっと考えればいいんじゃないかなと思うんですよ僕も、ね、多分僕ぐらいしかやってないのでね、ワンポイントふんどしっていうのは、うん、まあまあ他にもやってるのかな、まあでも6尺でやってる人いないと思うから、まあああいうのをどんどん出していけばいいんじゃないかなと思うんですけど、なかなか忙しくてね出せてないんですよ、うん、まあちょっともうちょっと考えたいなと思いますけど、なんか皆さん欲しいものとか欲しい柄とかあったら教えてください。まあ著作権にね、引っかからない程度でなんですけどもね、うん、太鼓のマーク、三つどもえとかね、こういうやつあるじゃないですか、ナルトのシャリンガンみたいなやつですね、三つどもえ、あれは別に家紋だから、ああいうのもかっこいいんじゃないかなと思うんですけどね、思うんですけどやってないって言って、白いとシミとか、白いと、イーターさんこんばんは、よろしくお願いいたします。白いとシミとかつかないですかという、まあまあつきますよ、うん、白いとすぐ汚れちゃうんですけど、まあ、別にね洗濯すればなんてことはないですし、ねえ、洗濯すればいいんですよ。漂白剤とか使えばね、すぐ落ちますよ。マック信者だったのかな、こんばんは、ということでね。そうなんですよ、僕マック信者だったんですよ、実はね。イーフクチャンネルさん、こんばんは、よろしくお願いいたします。イーフクチャンネルさん、こんばんは。弁慶さん、お久しぶりです。そういえば、トラフンドシは作らない。トラフンドシね。なんか、そう、牛は作ったんですよね、牛はね。トラつく、なんかね、忙しかったんだよね、結局。で、トラつくっても売れるかなと。結局ね、去年あんま売れなかったんですよね、牛ふんどし。そう。牛ふんどし、そんな売れなくて、しかも結構なんか忙しかったんですよ。そうだ、ギリギリまでほら、なんか日本舞踊のね、なんか舞台が入ってたりとかしてて、なんか結局忙しくて、なんかそんな暇はないみたいな。それをね作ってる時間がなかったんですけれども、虎ね、そう虎ね、でも今から作る、なんかねその時期を逃しちゃったんですよね、なんかあしまったなとか思って時期を逃しちゃったんですけれども、虎ね、忘れてたね、忘れてたね、虎ふんどし、やろうかな。今から、ちょっと山から遅いもんね。なので、虎は、レアだと思って。レアじゃないけど。12年後お待ちください。よろしくお願いいたします。まだ欲しい人いる？虎作ったら買うよって人が多い。まあね、でもね、虎作ったら買う。アンケート、ツイッターのアンケートはね、やっぱ当てにならないですよ。まあまあ、大体当てになるんですけど、なんだろう、まあ当てにならないですよ。ねえ、だ大阪でたぬきチャンネル、たぬき塾やりたいですみたいな話をしててもね、まあすごい反響があったんですけれども、まあ、別に入る方はいないみたいなね、だからなんかトラフンドシ作ったらどうですかみたいなやつやって、多分欲しいってなると思うんですけど、欲しいっていう方はいっぱいいると思うんですけども、いざね作ってみたら多分売れないみたいな感じになると思うので、だからね別になんかそうなんだよね、意外ともう遅いよね、もう遅いかなっていう気がするので、
すっかり忘れてました。ハゲということでね、ケイレンさんこんばんは、よろしくお願いいたします。自分も6食分の酒を占めてトイレは誰でもできるようになりました。おー、成長、成長なのかな。ねえ、あ、よかったです、ね、意外と慣れるとね、平気ですよ。いっそのこと12支全部いっぺんに出してみたら自分の干支なのかも。あ、もうね、そのなんかその年限定じゃなくてね、全部もう干支シリーズ出しちゃうとかね。あー、それはいいかもね。そっちの方がなんか、でもね、それやるのはあのプリント、スクリーン代が大変なんですよ。型を作るのが結構大変で、で、その型を保存するのも結構、保存っていうのかな、別になんか型を置いとくところも別にないので、どん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 ね、しかも結構デリケートだから、なんかあの、積み重ねていくんですよね。そうすると、どんどん邪魔になってきますし、そのフレームを買わなきゃいけないんですよ。そのフレームがまたね、ちょっと高いんですよね。まあそんなしないんですけど、そこまで高くはないんですけど、まあフレーム代とかもかかってくるので、そう、意外とね、そうなんか、そんな、なんか、あの、ポン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 できる、まあポン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 できるんですけどね。でもまあ別に、今年ね、そんなに利益出てないからさ、まあそんなにポン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 やるのもどうかな、みたいな感じなんですよね。だったらやっぱり十二支じゃなくて、あの、まあ、虎は確かに毎年虎シリーズとか出すね、なんか干支シリーズぐらい出しとけば欲しい人はいたかなとは思うんですよ、確かにね。でも確かに今更虎出しとくか、とりあえずね、本当に欲しかったって人もいるかもしれないしね。虎シリーズ、で、自分の干支でね、ちょっと遅くなったけど、まだし、まあ、3月になっちゃったけど、トラフンドして欲しいっていう人もいるかもしれない。ね、で、次さ、とね、牛、トラ、なんだっけ、うーってなんだ、わかんないけど、ヘビ違うかわかんないけど、なんか、それのね、あの、干支出しちゃったらさ、となんでトラを出さねえんだよってなったら、ちょっとかわいそうだもんね。まあ、どうしようかな。悩むな。それより、いろいろやらなきゃいけないこと。いろいろやらなきゃいけないことがね、あるからね。まあ、そんなにないけど、そんなにやらなきゃいけないこともないんですけどね。ゲームやってるだけ。そうだな。トラフンドしな。作んなきゃな。こんばんは、ということでね。六尺運動者は一度締めたら癖になりますよ。堂々と締めたら周りは気にしないかと思いますね。そう、堂々としてればね、別に周りは何とも言ってこないです。まあ、学校とかだったらね、言ってくる人もいるかもしれないんですけどね。いやー、コラボ BGM 出なかったのが言ってくれまれる。まあそうね、ケイレンさんね。出なかったね。なんでだろうね、BGM ね。こんばんは、ということでね。ひろのすけさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。ぐっちー道場に女子部員ができたよって。ね、見ました。あの、ぐっちーさんのチャンネルに、なんかこう、女子の、格闘技かな、わかんないんですけど、なんかこう、女子部員がね、今できて活動されてるみたいですね。すごいですよね。ね、ちょっと見てみましょうか。ぐっちーさんのチャンネルね。そう。と思って、これもコラボなのかな？ね、ぐっちーさんも、どっかの方とコラボしてるのかな？お相撲グッチーチャンネル、あれ僕ね、登録してあるから、登録チャンネルからいけるはず。登録チャンネル、あ、これか、どこだ、あった、これですね。ねえ、すごいですよね。でも1回ぐらい、わかんないけど、まあでもこれからね、どんどん活躍されることをね、期待というか応援したいと思うんですけどね。こういうことで、ケイレンさんこんばんは、ということでね。ケイレンさんこんばんは。昨日はお疲れ様でしたね。お疲れ様です。おもえさん、はずきさん、こんばんは。特別顧問ケイレンさん、こんばんは、ということで、昨日のコラボありがとうございました。 BGM は出なくても気にしないでくださいね、ということでね。全然別に出なくてもね、あれだってよかったよね。すずりなどを使ってお手軽に作成できるといいのですがね。あー、すずりね。
だスタンプみたいなやつだったらねいいんだけどね。うん、まあまあでもあれすずり、すずりってな、まあ版画みたいなやつでしょ。あれ掘らなきゃいけないよね確かね。あれそうだよね、掘らなきゃいけないよね。いや、わかんないけど、あれ掘らなくていいの？版画って掘るよね。すずりってなんだろう、わかんないけど掘らないっけ。まあ掘るよりかはね、明らかになんだ、そのあっちの方が楽なんですけど、あっちの方が楽なんですけど。あれ僕なんか最近作ったんだよね。何作ったんだっけかな。ああそうだ、思い出した。知り合いへなんかこうオリジナルのなんかそのなんかね、ここシミになっちゃって、なんだろうこれ、やだな、ソファーに黒いシミが、まあやだな、なんだろうこれ、なんだろう、やだな、なんかね、知り合いのチームのロゴを作ったんだ。そうだ、作るのはね、作るのはちょっと面倒くさいんですけど、でも掘るのとかに比べたらすごい簡単で、で1回作っちゃえば何回でもね、大体ほぼ何回でも使えるので、それやるとちょっと結構いいですけどね。うん、作ろうかな、トラフンドしね。うん、ポンタさんこんばんはということで、こんばんは、よろしくお願いいたします。たぬきさん、皆さんこんばんはということでね、こんばんはです。かんきさんこんばんは、よろしくお願いいたします。昨日視聴者さんの伸び悩んだのも悔やまれます。別に伸び悩んでない、今見ると300回ぐらい再生回数いってるから、まあ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 、あのね、連休中だしそんなもんなんじゃないですかね、きっと。ベギさんこんばんはということで、虎のやつ受注されてから作るとか、あ、まあそうね、そっか、そうだね、まあイメージ画像だけ残しておいて、で受注されてから作るのもありですね。女子生部員はお笑いの人、あ、そうなんだ、女子部員お笑いの方なんですね。ありがとうございます、情報ありがとうございます。キレイさん、昨日はお疲れ様でしたってね。イクオさんこんばんは。十二支いっぺんにリリースしたら全部欲しがる人も出てくるかな。あー、出てきそうね、それ出てくるかもね、確かにね、確かに出てくるかもね、十二支ふんどし全部ね。ありかなありかな。だから僕がね、絵を描ければね一番良かったんですよ、絵。そうするとなんか自分で絵描いてそれをふんどしに簡単にできるのでね、よかったんですよ。だから誰かね、なんかイラストレーターじゃないですけど、なんかね、デザインできる人とかなんかいたら面白いコラボがねできるんじゃないかなと思ってはいたんですけどもね、まあなかなかねいなくて、いくさんこんばんはということでね、あ、さっき読んだね、ごめんなさい。視聴者増えないから次コラボやるか、ビミです。ビビです。ということビミです。微妙ですってことなのかな、あ、消えた。三段五段さんとのコラボをまた楽しみにしています。五段さん、六段さんに昇進された。そうだね、イフクチャンネルさん。そう、六段さんになったんですよ。すごいよね、三段五段さん、六段になって。で、ますますの活躍というか、おぉ、ね。期待というか応援しておりますけどね、すごいですよね。僕なんてまだね、5段2回落ちちゃったからね、ちょっと自信なくしてましたし、まあ、稽古がね今できてないんですよね。なんかいろいろとねやりすぎてとっちゃかってるんですよね、今のところいろいろとっちゃかってるので、まあちょっと気を引き締めて頑張らなきゃいけないなと思うんですけど、まあまあさ、本当になんか先日ねお話しした通り、ちょっと燃え尽き症候群にねなってるかなっていう、踊りの方もその田舎巫女っていうのを結構頑張って覚えて、でたぬき主塾も頑張ったし、なんかまあいろいろと2月はすごい頑張ったんですよ。アルバイトもすごいいっぱい入ったしね。でちょっと燃え尽き症候群に3月なっちゃってるかなっていうね、感じがしなくもないので、あ、牛の時は牛だったんだから虎でやるんですけれども、いや一番本当はなんかそのイラストとかね描けるとなんだろう、楽しいんだろうな。だからその虎とか干支ふんどしに限らずですね、なんか田之吉が描いたイラストでそのふんどしがねできたらよかったんですけど、僕が描くのはほらあまり
ねえ、あのおせちにもうまいというものじゃないので、うん、残念ながらね。次は3段さんが4段に昇格してほしいと思います。そしたら6段4段さんで合わせて10段みたいなのできるからね、いいよね。ねえ、お二人の活動をねお祈りしております。すごいね。もうほらなんか6段取ったら結構すごいんで、本当にすごくて、6段をねなかなか取れないんですけれども、いや僕もね2回も落ちると思ってなかったまあ難しいね。やっぱなんだろう、まあねこうに今30代になっちゃったんで、でもまあ30代まだ前半の方だから、もう剣道で30代前半だとまあみんな強いんだよねみんな強いんだよね、思った以上にみんな強くて、全然勝てないというか、そのなんかね一本取れなくてね、なかなか落ちまくってるんですけど、まあライフワークとしてね頑張っていきたいなと思います。お花見配信今年も難しいですね。ああそうだね、お花見ね、なかなかお花見ね、でもね近くにね公園があるんですけど、もうちょっとでね咲きますよ桜ね。早いなと、もう咲き始めてますね。うん、なんチラチラと咲き始めてるので、もうちょっとでねなんか咲くんじゃない、咲くっていうかね見頃を迎えるんじゃないかなと思ってちょっと楽しみにしてます。明日雨なのがねちょっと怖いですけど、そうなんですよ、明日雨なんだよね。それがちょっとね残念だなーっていう感じで、どれぐらいだろう明日の雨、ね、ね東京今日の夜中からですね、今日の夜中から明日にかけてずっと雨ですね。うわ一日雨だ、まあ夜止むかなって感じですね、夜止むかなって感じか、まあ、水曜日は曇りで、で木曜日晴れ、金曜日晴れで、また雨なのね。土日月と雨なので、まあ、ここら辺だら今週末ぐらいで咲いちゃうんじゃないかな、なんとなくね。で咲いちゃったらちょっと土日でなんか雨に濡れてねあんま良くないのかもしれないし、もうちょっと我慢してくれれば、もうちょっと我慢してくれれば来週あたりでねさなんかいい感じになるんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんだろうね。上原先生も強いですねということで、ね、上原先生ね、上野は立ち止まることができないのですから配信は難しいですね。ライトアップもないですから夜できないし、あの上野のね、桜配信だからあのベランダでできます僕ベランダで、まあベランダでねタヌキちゃんのやったらうるさいって言われちゃうから、ちょっとどうなんだろうと思うんですけどもね。確かにねちょっとベランダでタヌキチャンネルはね難しいというか怒られちゃいそうな気がしますので、なんかあれですけれどもね、まあ何かちょっとできたらな、なんかなんだろう、ライブ配信とはまではいかないですけど、なんかできたらなと思いますけど、ね、よいしょよいしょ。こっちには雪マークがついてる。あ本当に先生雪マークついてるのね、すごいね。雪ね、いやでもね先日超寒かったですよ。2日前ぐらいかな、昨日じゃないな、金曜日そう金曜日すっごい寒かった。すっごい寒くて東京びっくりしました。なんかいきなりまた冬逆戻りみたいな感じの寒さがあってですね、びっくりしましたね。めちゃくちゃ寒かった、本当雪降るんじゃないかぐらい寒くてびっくりしました。金曜日だったかな、ね、資生堂ライトアップということでね、ケイレンさん、そう資生堂ライトアップね、御堂筋だけどね、資生堂ライトアップ恥ずかしいな、もうずっと言われるんだろうな、資生堂ライトアップ。僕がねそう御堂筋がライトアップっていうのをね資生堂って読んじゃったんです。なんでかわかんないけどね、まあ漢字読めなかったからですね、漢字が読めなかったから資生堂ライトアップとか言ったらもうね見事に拾われてしまって、そう、そこからもうね資生堂ライトアップなんです。今日ね札幌は雪降りましたよ。あ札幌雪降ったんだ、すごいね、やっぱそうなんだ、降るんですね雪。お疲れ様です、安太郎ですということで、安太郎さんこんばんは、よろしくお願いいたします、ありがとうございますね。すごい札幌雪降るんですね、よー
最近ね、水飲むようにしてるんですよ。やっぱりなんか言われたんでね。あとやっぱりね、ダイエットします。うん、僕やっぱりダイエットする。ダイエットっていうダイエットでもないんですけど、なんだろう、もうちょっと体を鍛えようかなって思いましたね。うん、なんかこのままじゃダメだっていう、このままじゃダメかなっていう感じがするので、ちょっとダイエットしようかなと思ってます。うん、なのでじゃあちょっとね、お水を多めに飲んでます。明日の香川は雨です。いやー、雨やだよね。雨やですよね。特に僕なんてデリバリー業界はやっぱりね、雨はね、嫌ですね。寒い中晴れてた。最近雨多いんだよね、東京ね。なんか夜には雨みたいなのが3日間ぐらい続いてるから、ちょっと厳しいですけど、うん、ね、雨はね、辛いよね。寒い中配達しなきゃいけないしね。ね、傘なんてさせないですからね。まあ、カッパとか着るんですけどね。嫌だな。まだ寒いしね。もうちょっとすれば、もうちょっとすればね、別に雨降っても暖かいからいいんですけど、まだね、寒いんだよね。桜はまだ先ですということでね。ありがとうございます。安太郎さん、スーパーチャットありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。よいしょ、失礼いたしました、すいません。皆さんこんばんはですということでね。安太郎さんこんばんはです。ケレンさんこんばんは。剣道で鍛えてるんですかということでね。剣道で鍛えてるわけではないんですけれども、まあ、剣道もやるんですけどね。で最近ちょっと練習に参加できてないから申し訳ないなって。まあ仕事と被っちゃうんですよね。仕事と被ってできてないので、まあなんかこうちゃんとね、時間見つけてやらなきゃなと思ってるんですけどね。コーラは飲まないで。わかりました、コーラ飲まないようにします。でここにゼロコーラがあるので気をつけたいと思います。ゼロだからいいんじゃないかなっていう誘惑に負けてます。安田さんこんばんはということでね。こんばんは安田さんね。風邪気をつけてくださいねってことで、ありがとうございます。クシュンということでね。そう、気をつけないとね、本当にね。まあ今、まあ、別にこれね、本当にまだね、休めないというか、まあ、うん、なんだろう、まだ、今はね、別に暖かいから大丈夫なんですけれども、風邪とかはひかないように。これで風邪ひいたらね、まあ、ふんどしで配信して、風邪ひいて何やってんだよってね、本当になっちゃうので、風邪ひかないように頑張って、ちゃんと自己管理しなきゃなと思うんですけれども。なんかね、鼻炎がね、まあ、花粉症なのかな、どうなんでしょうね、わかんないですけど、ちょっとまた鼻炎がね、辛くなってくるというか、強くなってきてはいますけど、まあ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 、基本的には。ゼロコーラ疑惑というか、そう、ゼロコーラ。ここにね、ゼロコーラがあるんですよ、ゼロコーラ。これいいのかなと、ゼロだからいいんじゃないかなって思ったんですけど、やっぱ良くないよね。今思うとさ、ゼロキロカロリーって書いてあるけどさ、やっぱ水がいいよね。水がいいよね。水がいいんですけど、でもたまにやっぱりね、なんかこう、たまにじゃないけど結構ね、もう中毒だよね。もう中毒症状ですよ。なんかジュース。なんか甘いの飲みたくなったりとか、なんかちょっとホッとしたりとかして、なんかコーヒーとかね。なんかああいうの飲んじゃったりとかね。なんかもう中毒だなって本当に思いますね。だから少しずつやっぱり直していかないとなって思うんですけど。お腹がケツ腹どういうことですか？お腹がケツ腹ってよくわからないですね。よくわかんないけどね。ケツ腹ということ。そもそも僕あれですよ、ケツ腹って何でしたっけ。なんかケツアゴだったんだよね。僕なんか意外とケツアゴだよねみたいな話をしてて、そうで、そしたらなんかケツアゴハラスメントみたいな感じになって、なんかそんな感じになったんじゃなかったかな。ちょっと覚えてないんですけど、そんな感じだったと思います。ペプシ生美味しいんですよね。いや、美味しいんですよ、ペプシ生ね。意外と美味しくて、でもゼロカロリーは本当はゼロじゃない。そう、本当はゼロじゃないんですよね。なんか何キロカロリー以下はゼロと表記していいみたいなので、ほんのちょっとはカロリーあるみたいですね。新宿御苑結構桜咲いてるね。あ、本当にそうなんだ。新宿御苑ね、いやでも結
構咲き始めてます。咲いてるところはもう咲いてるね。なんだろう、まあ満開じゃないんですけど、なんか早い桜はね、結構もう咲き始めてますよ。うん、だもうちょっとだなと思うんですけど。たぬきさんかっこいい、好きだと思いますということで、わー、ありがとうございます、安田さん。いつもね、ありがとうございます。褒めていただいて。でも、もうちょっとね、できればシェイプアップしたいなと思っております。でまあまあ、これがいいって人もいるんですけど、でもやっぱりもうちょっとね、なんか自分の理想をもうちょっとこう、なんだ、細いというか、じゃあもうちょっと鍛えてるのが、あれかなと思うので、ね、あとね、やっぱ最近ね、腰痛いですよね、本当に腰。僕そもそも腰痛持ちなんですけど、なんか最近やっぱ腰が痛くて、なんかデブってきてるからかなとか、あとやっぱりなんだろう、整体の先生最近ちゃんと言ってないんですけど、あのやっぱ腹筋を鍛え、腹筋って、まあ、なんだろう、その、筋肉でね、やっぱり腰周りの筋肉でカバーするしかやっぱり方法はないよって、まあ、手術して治るか分かんないしみたいな、うん、一番いいのはやっぱ筋肉でサポートして、そのなんか腰痛が出ないようにするのがいい。あとやっぱストレッチとかね。なので、まあ、ちょっと最近そういうのサボってっていうか、まあほとんどやってなかったので、やっぱもう30過ぎてね、少しずつこう肩が若い頃ね、なんかいろいろとや、なんか好きなことやってきたガタが来てるなと思うので、ちょっとメンテナンスの方もね、あのやっていければなと思います。まあちょうどね、そのカメラがこうやって映るので、またあのなんでしょう、ふんどしストレッチ動画とかさね、まああのみんなで一緒に別にいいんですけど、僕がやってるのも、まあ、あの動画撮って出せればなと思うんですけどね。ちょっとストレッチとか、あと筋トレですね、ボディメイクっていうんでしょうか、まあまあまあ、なんかこうちょっとやっていきたいなと思っております。まあやっぱ腰がね、結構ね決め手ですね。最近腰調子悪いんですよ。明日は都内で電力供給の逼迫が発生します。そうなの、明日は都内で電力供給の逼迫が発生します。節電もお願いしますということで、 なるほど、節電ね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。節電って言いながら僕エアコンつけてるから、これ節電ではないね、気をつけたいと思います。まあ夜間はね、夜間は昼間が大変なので。ケツアゴって何って言うの、ケツアゴっていうのはね、ここになんか線が入ってるんですよ。だからお尻みたいな顎のことケツアゴって言うんですよね。顎に割れ目があって、お尻のように見える顎のことです。そういうことです、さつきさん、説明ありがとうございます。はい、そうで、なんかそれがハラスメントなんちゃらかんちゃらで、ケツハラっていうのが出たんじゃないかと忘れたんですけどね、おーということ、そうそう11時になってしまいました。ちょっとね、今日早い、ごめんなさい、30分もうちょいやりました、40分ぐらいやって終わりたいと思うんですけどね、すいません今日あの遅く始まってね、早く終わって申し訳ないなって思ってます、本当に思ってるんですけども、なんかちょっとやっぱり生活リズムというかね、なんかあの少しずつその体調管理の目ところも気をつけていかなきゃなと思ってて、今までやっぱり60分話すっていうことであのやってたんですけれども、なんかちょっとこう体調管理をね、ちゃんと同じ時間に寝て、ちゃんと朝起きて、でストレッチとかやろうかなって今思ってるんで、ちょっとね、皆さんにはご迷惑をおかけしますがね、よろしくお願いいたします。なので、ちゃんともうちょっとやっぱり、なんだろうね、まあ早めに、ちゃんと11時から、ね、いつもだったらやっぱ11時15分とかからやってる配信も、まあ今日ちょっと遅くなっちゃったんですけれども、なるべく、11時から、なんだろう、11時からね、できるように頑張りたいと思いますのでね。よろしくお願いいたします。セインさん、バニアということで、こんばんは、よろしくお願いいたします。節電のために、たぬきチャンネル見るのやめようということで、そんなことやめて、そんなことしないで。はつきさん、ご視聴ありがとうございます。ということでね、ご説明だ、ご視聴じゃなくて、説明ありがとうございます。ということでね、ケツハラの、ケツアゴのね、説明でした。ケツアゴ代表的なのはザキヤマさんですね。そうね。そうそうそう。割れ目がある人ね、ここでね。欧米だとセクシーとか言われることもあるんですが、ケツアゴって。別に悪いものではないと思うんですけど、まあ、あるとね、ちょっと面白くなるのかな、日本だとね。欧米だとセクシーに見えるんですね。なるほどね。私はタヌキさんのお腹にハラハラしてます。ケツハラ、ハラハラスメントとか。ごめんなさい。これハラハラね、しちゃいますよね。ごめんなさい。
明日の最高気温4度だって、いや寒い、4度って冷蔵庫じゃんね、辛いな、むしろその腹を見せることがケツだな。そどうしてケツ、どこがケツなんだどこがケツなんだい、まあまあまあね、まあ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 すごいデブってますけどね、むしろその、あ、さっきのだね、はい、ということでね、もう11時になってしまいましたが、という、まあ本当にちょっと早く終わってしまって申し訳ないんですけど、今日はじゃあこれぐらいにさせていただいて、まあちょっとね、明日からなるべく 10時からね、やって11時に終われるように、ちょっと僕もなるべく頑張っていきたいなと思いますし、少しずつこう、やっぱりね、何度、体調管理っていうか、その起きる時間とか見直して、いければなーって思っております。今まではね、本当になんか自由気ままにやってたんですけどね、ちょっと今年は方針を切り替えて、やっぱこう夏までにちょっと体を仕上げて、まあ別に毎日ね裸になってるからあれなんじゃないっけって、10時からじゃない、11時じゃなくてっていう、そうだ、11時じゃなくて10時からね、ちゃんとやれればなと思います。ケレンさんとのコラボ、昨日楽しかったです。アーカイブで拝見しました。とかね、ありがとうございます。そう、そんな感じでね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますのでね、応援のほどよろしくお願いいたします。なので、まあ10時からちゃんとやって11時に終われるように頑張りたいと思いますし、まあまあ、ちょっと遅くなったら、今日はちょっと早めにね、切り上げるんですけれどもね、なるべくね、1時間はやるようにしたいなと思っております。はい。で、あとトレーニングね、もうやっていきたいと思いますし、まあ今年中にね、できれば6段受かりたいんですけど、まあまあそれは置いといて、今できることをね、頑張ってやっていきたいなと思っております。はい、おはぎ食べました。おはぎ美味しいよね。秋のはぎの季節におはぎになる不思議な、同じものなのに、秋のはぎの月におはぎになる。おはぎ。おはぎ食べました。同じものなのに、秋のはぎの時期にはおはぎになる。あ、で、ぼたもちっていうのかな、そういうことね。ぼたもちとおはぎ。なるほどね。僕はおはぎの響きが好きなので、ぼたのぼたもちの春でもおはぎって言いますが、ということで。あー、なるほどね。僕もね、ぼたもちってね、あんま言わないかな。ぼたもち、って言わないかも。おはぎって言っちゃうね。まあまあ、確かにぼたもちって言われたらぼたもちなんですけど、言わないね。僕もずっとおはぎって言っちゃいます。まあ、年中通してね。でも一応なんかネームが変わるやつなんですね。いい福チャンネルさんありがとうございます。って言ってね。おはぎはやめて。いえいえ、またコラボ楽しみにしております。松野吉さんおはぎってないよ。おはぎってないよ。それではありがとうございました。最後にチャンネルとのメンバーシップのご紹介させていただければなと思います。すいません。早く終わってね、申し訳ございませんが、ドゥルンということで、はい。応援団長に、スイッチさん、大森さん、ケレンさん、安太郎さん、DJ コテさん、ACR さん、CH02 さん、本当にありがとうございます。そして、特別顧問に、今井太郎さんと、さやえんどうさん、こちらもね、本当にありがとうございます。さらには、副団長にノアさん、プーさん、イーフクチャンネルさん、そして大の皆様方でございます。いつもね、本当にありがとうございます。今後ともぜひともよろしくお願いいたします。それでは、たぬきちじゃんけんで終わりたいと思います。準備のほどはよろしいでしょうか。いきますよ。せーの。たぬきちじゃんけん、じゃんけん、ぽい、グーでございます。いかがでしたでしょうか。それでは。勝った人も負けた人も明日雨ですので、どうぞ気をつけていい一日をお過ごしください。それではたぬきちチャンネルでした。またねー、バイバーイ。